おはようございます。今日も相場解説いってみましょうか。5月4日朝3時29分ですね。ちょっとだいぶ時間早いんですけども、いや、あのね、相場解説って利益をしっかり取っていかないといけないじゃないですか。ということはどこの局面が難しくって、どこの局面が取りやすいかってことをちゃんと見分けないといけないんですよね。そしてですね、久々に来たのが今なんですよ。今何かっていうと難しい局面です。ヘッド&ショルダーっていう呪縛から逃れられたんですけども、だからといって大きな下落がないわけじゃないんですよね。私は基本的にこれは上昇に向かっていくと思うんですけども、上昇に向かうためには、いわゆるね、押し目を作んないと上昇しないんですよ。ということは、せっかく上がってきたのが一旦落ちることを覚悟しないといけない。その落ちることが大きく落ちるんではなくて、ある程度まで落ちて、そこからまたね、上昇に向かっていくってことはちゃんと読めないといけないんですよね。これが今回読みにくいんで難しいなって言ってるんですよ。まあですんでね、ちょっとチャートを見て、デイリーの方から見ていきますけども、こちらです。はい。ヘッド&ショルダーをもう一回、なぞってみますね。こういう風に来て、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 で、こういう風になればヘッド&ショルダーにならないでもないんですけども、まだわかりません。この、伸びているこれがですね、さらに大きく伸びて、ここを超えてしまえば、そのまま上昇なんですよ。上昇継続なんですよ。ですので、それまではね、ちょっと様子を見ましょうって言ってるわけなんですよ。このネックラインのところに、下の方ですよね。落ちていって、でここで突き破ればこれはヘッド&ショルダー完成なんですよね。ただその呪縛から逃れるために上昇の方が色目が強いんじゃないかなって考えているのが前回までの放送でした。4時間見てみますと、昨日の相場解説とはねちょっと打って変わってなんですけども、ここで下落が落ちてるんですよ。下落が落ちてるんだけども、起きているんだけども、下髭を出してですね、ちょっと踏みとどまってるところもある。で、移動平均線はV の字を書いて転換してますよね。まあですので基本的には上昇方面なんじゃないかなと思いますけども、この図の4時間のですね、高値圏といえばここです。高値圏で下落に入ってるんですよ。ですのでこれがね、どこかでか分かんないですけども、もしくはここかもしれませんけども、ここね、ここからね、今度大きくバウンドしてここを突き破ってくれれば倍の方への、まあ、蹴りがつくんですけどね、ちょっとそこを見ていきましょうってことなんですよ。1時間ですよね。1時間動きが顕著です。高値切り上げ、安値切り上げをずっと繰り返していって、まあこんな感じですか。でちょっとね、安値更新するかどうかもうちょっと見ないといけないですね。これが今移動平均線のようにこれを下がっていっちゃって、ここを割ると安値が切り上がってないということになりますんで、下落に向かう可能性を見ないといけません。ただですね、まだそうなったわけじゃないんで、このまんま安値更新の可能性もあるんですよ。安値更新ね。ここを見ていきましょうってことですよ、今は。この安値更新がなされるかどうかってところをしっかりと見ていくために、今日5月4日は使いますからね。昨日使ったのは高値の更新があるかどうかですけども、高値の更新はもともとしてましたからね。結構な高値更新でしたね。昨日はここだったんですけども、蓋を開けてみて、夜を開けてみたら、ここが高値更新になってましたから、だから高値更新はもう完成です。安値更新がなされるかどうかを今日は見ていくってことになります。はい。ではこの安値更新をしてですね、さらに上昇への機運が高まっていけば、4時間とか1時間のようにですね、1時間じゃない1日の足のようにですね、上昇をしっかりと見ていくことができます。ただこの1時間足で安値更新しなかった場合は、大きな下落、つまりヘッド&ショルダーが起きることをね、もう一回思い出さなくてはいけないのかなというふうに分析させていただきます。それでは本日は以上です。